ウィズ原宿は東京都渋谷区神宮前一丁目の原宿駅前にある再開発で建設された複合施設。原宿アパートメンツ、原宿アパートメンツ竣工や原宿第一マンションズを含む複数の敷地を一体的に建て替え、合わせて建築主の NTT 都市開発による新たな都心のフラッグシップとなる複合商業施設として計画され、 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日本政府の緊急事態宣言及び東京都知事からの要請を受け開業は二度延期されたが2020年6月5日から順次開業し25日には全店舗が開業を迎えた原宿エリアでは最大規模の商業施設で新たなランドマークとして注目を集めている 表参道と竹下通りの間に位置する施設は未来を紡ぐたまり場をコンセプトに原宿駅前に接する南敷地と竹下通りに通じる北敷地に整備され南敷地には地下3階、地上10階建てのビル、北敷地には地下1階、地上2階の低層ビルが建てられ神宮の森に隣接する立地から建物には木や石などが多用されている。 1>, 1階には、半モ外のパサージュ型の貫通通路、ウィズ・ハー・ジャグ・ストリートがあり、原宿駅前から竹下通りに接続している。低層部には5層にわたる立体的なストリート沿いに、ショップや飲食店、ホール、コアーキングスペース等を廃止、高層部には、神宮の森を一望するレジデンスを設けた。また、高低差約8メートルある複雑な地形を利用して、 整備された立体的な海遊通路、パサージュが建物を縦横に貫通し、その半屋外のアーケード型通路を活かし、どこからもにぎわいと自然を感じることができる空間が形作られた。このパサージュは、神宮の森のクールアイランド現象により、年間を通して、明治神宮から流れる冷涼な卓越風を取り込み、心地よい風速で、パサージュやテラスを通過させ、 周辺の住所を混合地域へ、摂氏0.5度摂氏1度の冷量な空気を導く役割も担っている。3階テラスの原宿駅側には、フランス人のアーティスト、シャビエル・ベイヤンによるアートワーク作品、ラスタチューで原宿が設置されている。神宮の森の深い緑に対比して、鮮やかなオレンジ色に着彩された人物と鳥が、 台座の上に乗り、来館者が手に触れることができる。待合の場としても人気のある彫刻作品である。竹下通り側には、江戸時代に、この敷地にあった、源氏山を再生し、屋上緑化テラスを階段状に、地上から5階屋上テラスまで積層している。テラスは夜間まで一般開放されており、パサージュから直接アクセスが可能である。 豊富な緑と眺望に優れた休憩の場であるとともに、イベントなど多様な利用がされている。中でも3階テラスからは原宿、表参道の街並みや遠方の新宿、六本木方面のビル群まで眺望を楽しむことができる。ここでの植生は対面する神宮の森の生態系への影響を抑えるため、外来種はなく、東京地域の在来種に限定して、 東京本来の緑地を再現している。これまで原宿は、強小なスケールの建物が並び、独自のストリート文化を生んできた。このストリートをつなげる位置に、パサージュとテーラスを組み合わせ、人が集える、まとまった規模の緑地と、公共空間が生まれたことになる。これまでのインテリア化した閉鎖的商業施設とは、異なり、複合商業施設に、 自然豊かな公共空間を導入した路面点滴建築が原宿の街路空間のネットワークを拡張したことにより今後も街全体の回遊性も高まることが期待されている。全14店舗が出店。建て替え前の施設に入居していたオーシュマン S や原宿、明治通り沿いの路面に店を構え2003年に閉店したカフェオークスバカノールが出店する。 また、イケアが初の都心型店舗として出店、大型店舗のユニクロ原宿店、資生堂パーラーなども入居する。1階から2階に入り、原宿駅前の通りから直接入店できる。売り場面積は約2500平方メートル、家具は約1000アイテムを取り揃える。これまで郊外に直営の大型店を構え、主に車で来店する家族客や、 新生活需要を取り込んできたイケアとしては、国内初となると新型の店舗で、同社の戦略を大きく変える象徴と言える店舗である。1階には、コーヒースタンドを併設する国内初の売り場、スウェーデンコンビニ、2階には152席のスウェーデンカフェも展開している。原宿エリアには8年ぶりの出店で、既存店をさらに進化させた店舗となる。店舗は、 地下1階地上1階の2フロアで、売り場面積は約600坪。取扱いは、メンズウィメンズ。8階に入り店舗面積は約106坪。インテリアは、寝台列車、トワイライトエクスプレス ZIF を監修した、建築家、インテリアデザイナーの浦和や、ラウンジに、設置の壁面ガラスアートは、ガラスデザイナーの板橋和弘がそれぞれ担当した。また、 明治神宮の欅の木と清正を表した食器は、新潟の大橋洋食器が木材、ガラス加工の業者と連携して納入した。構層部の集合住宅は中廊下を挟んで、東西面に経営53個を廃止、優れた眺望を有している。4階のラウンジは、一人でリラックスした時間を過ごしたり、友人や仕事仲間を迎えたりする。 サードプレイスになることを目的として計画された。10古は5.4メートルスパンのバルコニーから見える、眺望を最優先しと平面プランとし、バルコニーの柱型に給排棄、ガス給湯器、空調室外機を内蔵することで、格子状のファサードによって、シンプルに切り取られた景色を室内から楽しむことができる。ありがとうございます。